成し遂げたのは5番目でございます。まずは出口を見つけなくちゃな。デジタル音、頭の中から。なに、まただ。刺さる瞬間まで全く姿が見えず、オーラでも感知できなかった。なんだよこれ。108ポイント。何をされてるか見当もつかないかな。やはり念で作られた魚けど、全く感知できないのはなぜだ。いい感じさ。3匹だ。一度に3匹しか攻撃できないらしい。てめえの能力どうつか。ピンポーン、正解だ。ちなみに左肩は54ポイントだ。右肘は27ポイント、右手甲は18ポイント、99ポイント。6トリック4 13。オロソ兄弟の能力は、妹が念で作ったバッジをターゲットの体に付着することで発動する。この時点でターゲットの体は兄が念で作ったダーツゲームとリンクする。この攻撃を回避する方法はない。なぜならばダーツはターゲットの体に触れるまでは全く存在しないからである。故に感じることも避けることも不可能なのだ。発動さえすれば無敵。その代わりにゲームを決めるための最後の一投を兄がミスしてしまった場合、それまでターゲットに与えてきたダメージが全て兄弟に跳ね返る。さて終わりが近づいてきたぞ。彼に教えてやったら。そこまで親切じゃないさ。ニヒルなヒーロー気取りでこんな死に方も悪くないなとか言われたらさ、かなりイラッときて投げるのに影響するからさ。まだまだだ。くそ、相当やばいな。さてと、いよいよファイナルターンだ。左耳、さあ最後の一投だ。信じてるか兄さん。任せろ。いや、やっぱり兄さんが世界一だわ。死に様を見てくる。俺も行くよ。死体の肉を小判への褒美にやらなきゃな。一つ聞いていいか。何？なんで急に俺の疑いは晴れたんだ。疑ってたっていうか、なんでずっと追いかけられてたのかわからなかったからさ。一番信じちゃいけねえ言葉だろ。じゃあさっきの嘘なの？あ、俺はちげえよ。嘘じゃねえよ。100%トゥルーだぜ。こんな世間知らずと一連卓笑を企むとはよ。それに嘘だったらそれはそれで気が楽だし。気楽？容赦しなくていいから。完璧に額のど真ん中貫かれてるわ。プラッタ様、ターゲットを始末しました。イエーイイエーイイエーイ。吸盤だよ、タコの。だ、そんな、どうやってそんな小細工を。刺さってから掴んだんだよ。ダツが俺に刺さって実体化した瞬間にな。その前のダツを掴むなんて超高速的な反射神経人間にあるわけねえだろ。ゲームを決める最後の一投は的の一番外枠に入れなければならない。ダブルアウトルール。これがダーツを使った能力って分かった瞬間に確信したさ。お前の一投目、4のダブルを思い出してな。そんな奴が公式のルールを無視するわけがない。
技術と自信がある奴は公に認められたがるもんだからな。あとは単純な計算と我慢。40ポイント。つまり額のところであらかじめ掴む構えを取ってた。キルアは反応をより早めるためオーラを電気に変えていた。てめえ、ダーツ歴は？6歳で極めた。カウントで1440ポイント。修行の初歩だね。なんと、うわ、これ全部俺の血かよ。行かなきゃ。やべえ、今度はサミー、俺ここで死ぬのか。見たらわかんだろう。仲間裏切ってんだよ。かっこ悪いだろう。っていうかもう喋るな。モグリだが医者は知ってるからよ。これでおめえまでお尋ねもんだ。わかってるよ。そんなこと自分でもわけわかんねえよ。友達になれるって言ってくれたやつを見殺しなんかできるかよ。絶対に助けるからな。